公式ウェブサイトでブチ切れてます。めちゃめちゃ怒ってます。録音知識のないものが自分たちの都合のいいように文面を切り取り適当なことを書いているため、公の機関がこうやって公式に抗議文を出す事態になっています。このようにデマを流すことを表現の自由だと開き直る人もいますが、罪ではないのでしょうか。またデマを流された側がこうやって公に否定することは今後必要になってくるのでしょうか。問題はそのデマを流している人って善意でやってるんですよね。で、要はその、何だろう、嘘つくのやめてもらっていいですか。皆さんチャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるから、クリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります。そちらの方もご覧ください。それではひげおやじでした。バイバイ。